カレー屋さんとかの中辛ってめっちゃ辛くて、なおかつ甘口ってめっちゃ甘い感じがするので中辛と甘口の中間を用意してほしい。わがままなゆっくり霊夢です。私は辛いものが好きなんですけど、ピリ辛以上の食べ物を食べると翌日体調を崩すというクソみたいな虚弱体質なんですよね。じゃあ自分で作れやと言われたらグーの根も出ない、お腹が減ったゆっくり悟りです。今回は三国志小話として劉備は曹操軍を舐めていたんじゃないのか、という話を紹介していくとともに劉備が曹操軍を初めて破った戦いである白鵬派の戦いも紹介していくわ。私の印象だと霊夢さんとは逆なんですよね。なんか劉備って必要以上に曹操軍を恐れている気がするんですよ。職を収めるようになってからそういう臆病さがなくなってきた気もしますが。じゃあまずは劉備が曹操軍を舐めていたんじゃないか、という話からしていくわ。199年、曹操と北方の覇者である袁紹が天下をかけた戦いである関との戦いの準備をしている最中、当時曹操に仕えていた劉備は袁術討伐を命じられて出兵していたの。そしてたまたま袁術が病死すると、その道中で劉備は徐州刺史社中を殺害して徐州で、謀反を起こしたの。劉備はこの時かなり強気だったわ。なぜなら劉備はこの時曹操が袁紹の相手をするために諸将と精鋭を率いて関東にいて、曹操が自分のことを討伐する余裕がないと思っていたから。なるほど。劉備は曹操軍の精鋭部隊ならともかく、曹操軍の諸将の討伐軍程度ならば余裕で倒せる自信があったと。実際、曹操は勇退、王中の二人に劉備討伐を命じたものの彼らは劉備を倒すことはできなかったの。後世の時代に書かれた検定春秋という書物によると、この時劉備は討伐しに来た勇退らに、お前らが100人来たところで俺を倒すことは不可能だ。まあ曹操自らが来たのならば話は別だけどな、と言ったようね。劉備さんものすごく生きてますぜ。まあなもんで曹操は前方に袁紹という強敵を抱えながら後方に劉備という敵を残したままなのはまずいと思い、とりあえず袁紹は放置して自ら精鋭を率いて劉備討伐に出兵したの。劉備は曹操は自ら自分のことを討伐しないと鷹をくくっていたらしく、劉備軍の石膏が曹操が自ら出兵しました、と言っても、劉備はこれを信用しなかったの。そして劉備は自ら曹操軍を観察し、曹操が出兵していることを確認すると曹操軍と戦わずに逃亡し、そのせいで劉備の妻子と関羽は曹操軍の捕虜となったのよね。まあ、この件をよく言えば、劉備は絶対に勝てる戦いしかしない男、とも言えますし、悪く言えば、劉備はクソほど曹操と戦うことにビビっていた、とも言えます。そして時は飛んで203年。曹操が関東の戦いで袁紹に勝利して袁紹がそのまま病死し、袁紹が明確に後継者を指名しないせいで袁紹の長男である袁譚と三男の袁紹は互いに挙兵して自分こそが袁紹の後継者を自称したの。ちなみにこの時劉備は南の慶州の劉瑤の元に逃亡し、慶州の君主である劉瑤は劉備を、丁重に出迎え、劉備は兵士を率いて慶州の北である深夜に駐屯することになった。これはもし曹操が慶州に出兵しに来たら一番最初に通る場所が深夜だから、劉瑤はまず劉備に曹操の相手をさせようとしたのよね。実際、劉備の名声はこの時えげつなかったらしく、慶州の豪族たちは劉備が深夜にいることを知ると、劉瑤側じゃなくて劉備側につくようになったの。劉備は劉瑤の客商だってのにね。これは劉備は長年にわたって曹操に対抗しているのに対し、劉瑤は特に何もしていないからこそ劉瑤を見限る人が多かったんでしょう。203年3月、曹操は袁紹の息子の袁譚と袁紹が後継者争いの内乱をしているのを見ると、これを好機と見て進軍してこの二人を大破した。そして曹操軍は行にまで軍を進めたものの、これを受けて袁譚と袁紹は共に手を結んで共同して曹操に対抗し、これに曹操は大敗したのよね。曹操としても北方の袁譚、袁紹を倒すのは困難と感じて一時的に北方から撤退して虚に帰還し、203年の8月に今度は南の慶州討伐に出兵しようとしたの。劉備はこれをひどく恐れたでしょうね。むむむ。
曹操軍の精鋭部隊と最初にぶつかるのは深夜にいる劉備です。劉備は曹操と戦うことを恐れているのでこれはまずいですよ。まあ劉備は天運に守られている男。この時も天が劉備の味方をしたわ。なんと曹操が慶州討伐に出兵して曹操、北方にいる袁譚と袁紹は後継者争いをするために互いに互いのことを攻撃し、袁紹は袁譚に対処したの。これを受けてなんと袁譚は曹操に降伏し、曹操に救援要請の使者を送ってきたの。曹操としてもこの天運を見逃すわけもなく、すぐに南から北に向かって袁譚救援に向かったの。無論、慶州討伐軍はもう出兵しているのでこれは下降遁、雨金、利天らに代わりにお願いしたんだけどね。曹操も忙しいですね。203年の3月に北方を攻めて大敗したので一時撤退し、その年の8月に今度は南の慶州を攻めたものの、北方の袁譚が救援要請を送ってきたので軍を率いて北方に向かう。トンボ返りが過ぎますよ。まあ劉備としてはものすごくラッキーよ。劉備が苦手としている曹操は北方に行き、慶州を討伐しに来た曹操軍の数も相当減っただろうしね。ここからが劉備の腕の見せどころね。劉備は曹操が北に向かったことを知ると、なんと逆に曹操軍を攻めてきたのよ。これを白豪派の戦いというわ。まあぐずぐずしていたら曹操が戻ってくるかもしれませんからね。ここは先制攻撃をして曹操軍を撃破するべきです。そして劉備は曹操軍と交戦したものの、とある日、劉備は陣営を焼いていきなり撤退し出した。なもんで下降遁は諸将を率いて劉備の追撃をしようとしたものの、これに利天は劉備は何の理由もなく撤退しました。おそらく伏兵を配置しているはずです。それに南の道はかなり狭く、草木も生い茂っているため追撃してはダメです、と言った。ものの、下降遁はこれを聞かずに雨金と共に追撃したの。ちなみにこの時利天は本陣のお留守番をしてたみたい。すると周り天の読み通り劉備は伏兵を配置しておりこれに下降遁軍は大敗したの。壊滅しなかったのは利天が軍を率いて下降遁救援に来たからね。劉備は利天が来ると戦わずに撤退したみたい。よく劉備は戦いが下手だ、と言われているものの私はそうは思わないわ。曹操と戦う時だけ妙に弱いだけって話だと思うのよね。曹操と劉備の軍勢を比べた時にちょっとだけ曹操の方が勝っているというわけですか。何の根拠もない話ですが、劉備の名誉のためにそうしておきたい気持ちもありますぜ。さていかがでしたでしょうか。今回のお話は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。劉備は曹操との対戦成績は悪いものの、曹操軍相手ならそう悪くない対戦成績な気がします。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。